埼玉市内の通りは、埼玉県埼玉市内にある通りを一覧にしたもので、ある、通り通りという表記があるが、本校では通りに統一した、旧浦和市は、1984年度22の通り名を募集し、愛称を決定した。さらにこの時、坂の愛称についても募集した。坂ではそれについても記述する、1984年の道路愛称募集の際に、 決まったモノ国道17号新大宮バイパスの西側で県道57号埼玉河野線と県道40号埼玉東村山線を結ぶ道路県道213号極本埼玉線から直線に南に向かい戸田市との境まで途中左手に沼影公園や沼影小学校内谷中学校がある南区南 本町、根岸南浦和駅西口の駅前広場から、文化センター方面に南西に、直線的に伸びている市道、文化センターがあることから、南区根岸五丁目付近の旧中山道と、南区南浦和及び、川口市小谷町にまたがる交差点を、東方面、常尾寺、文化センターなどを通って東西に結ぶ道路、南区南、本町の岸中学校南の定次路と、 文蔵小学校の西脇のわらび市境を結ぶ道路、すべてを乗り合いバス路線が通っている、国道17号の県庁、第2庁舎入り口交差点と、旧中線道を結ぶ道路、県立浦和商業高等学校正門と浦和区、中町の市役所通りを結ぶ道路、旧中線道の浦和ロイアルパインズホテル付近と、東北本線の西側を並行する市道を結ぶ道路、 南区南浦和の馬場崎通りと長山公園前を結ぶ道路、県道65号埼玉沙って線の浦和橋交差点と、県道35号川口揚尾線の駒場交差点を結ぶ道路、道路の由来は浦和総合運動場、浦和区東岸町の馬場崎通りと、道区北浦和の県道65号埼玉沙って線を結ぶ道路、再開発事業により、 浦和駅東口で南北に分断された。1984年以前からあるもの剣道213号局本、埼玉線の岸町公民館前交差点と、県道35号川口上げ尾線を、浦和競馬場の前を通って結ぶ道路、命名年不明浦和駅、西口ロータリーから国道17号の県庁前、交差点、浦和駅西口交差点伊藤は、 県道34号埼玉総加線の一部で、同交差点異性は、国道463号の一部である、旧中線道と玉造院を結ぶ道路、裏はコルソと埼玉海館を結ぶ歩行者専用道路。コルソ前の交差点は、普段は桜総通り側は青で、桜総通りを横切る車両が来た場合のみ赤になる、通常の押しボタン式信号機とは反対の歩行者、優先信号がある。 高砂小学校東側から県立浦和第一女子高等学校の正門前まで北浦和駅西口ロータリーから先を通りの北側を並行しイオン北浦和店に突き当たる道路浦和市は1984年の道路愛称募集時に坂の愛称も募集し決定したここでは旧浦和市駅の坂について記述する 大宮大地浦和市代の南端にあたるため複数の坂が存在する。旧中山道の南浦和小学校前の坂。地下を武蔵野線が通る。田島通りの坂。その名の通り神明にある。この坂を下ると再び坂を登り、坂上で旧中山道と交差する。県道35号川口上げ尾線の坂。 坂の途中に23や交差点がありここで、県道34号埼玉総火線が分岐。また、そのすぐ下に、川口市との境界線がある、上谷沼に由来、日の出通りの坂、産業道路と交差する、大田区北交差点のすぐ南西にある、全長160メートル、高低差5メートル、平均車度1.8度、坂上から、坂下方向を真正面に、富士山が見える。 国道463号の坂、県道1号埼玉川口線と交差する、緑区役所交差点のすぐ西にある、岸町の県立浦和商業高等学校前の坂、県道1号埼玉川口線の県立浦和西高等学校前の坂、桜区南元宿2丁目と西堀7丁目の境界、さらに、西堀8丁目と西堀9丁目の境界を走る坂、 西区飯田神殿にある県道56号埼玉富士見の所沢線との交差点、飯田神殿交差点が起点。途中、塚本、上田や本村、新田、塚本町一丁目、二丁目、三丁目を通過して、富士見市との境界を流れる瓶沼川に架かる砂塚橋で、塚本本通りの名称は終了となる。西区西大宮一丁目にある西大宮駅、北口ロータリーが起点。 北へ進んで、国道16号西大宮バイパスと、交差し西大宮3丁目に入り、東に、西区役所を、西に、埼玉栄中学校、高等学校や埼玉市立指線中学校を見る。大宮アルギージャのクラブハウス、練習場付近の西大宮3丁目と4丁目の境界にある指導との、交差点が終点となる。北区とろ町1丁目にある、 宇都宮線中島踏切付近の交差点が起点。北東へ向かった後北西に進路を取り、トロ駅西口ロータリーからの通りと合流する。住宅地の中を抜けると大佐渡小学校の東側を通って本郷町に入り、市道との交差点が終点となる。一部区間で帰宅、コミュニティバスが走行する。帰宅職竹町2丁目、トロ町、宮原町1丁目にある、 指導との交差点、植竹中学校前交差点が、名称の起点、都路町と宮原町一丁目の境界をなして、植竹中学校の西側を通る。途中から本郷町と宮原町一丁目の境界をなし、両町の境界にある指導との交差点、大佐戸小学校交差点できた町東通りの名称は終了となる。全区間で、東部バスウエストの、 O42 系統が一部区間で、北区、コミュニティバスが走行する。北区トロ町2丁目にある、トロ駅、東口ロータリーが起点。東へ進むと、県道35号川口上げ尾線と交差し、坂を下って、見沼大洋水生園に架か,かる川島橋を渡ると、見沼2丁目に入る。名称の由来となった市民の森の南側を通り、芝川に架か,かる集山橋を渡ると、 ほどなくして、見沼区大和田町二丁目に入る。南東に進路を取り、大半の区間で、見沼区大佐戸東地区、乗り合いタクシー、見沼号、見沼区、片柳西地区乗り合いタクシー、川瀬美号が走行する。北区とろ町二丁目にある、市道との交差点が起点。東へ向かって坂を降り、見沼大洋水生園にかかり、名称の由来となった、新名橋を渡ると、 見沼二丁目と三丁目の境界をなす。芝川に架か,かる新名川橋を渡るとほどなくして、見沼区に入り、大和田町二丁目と東大宮一丁目の境界をなす。大佐戸中学校の南側を通り、両町の境界にある県道5号埼玉勝負線との交差点。大佐戸中学校前交差点が終点となる。大宮九大門町一丁目にある、大宮駅、東口ロータリーが起点。 旧中山道との交差点までは、県道95大宮停車場線であり、ここから大門町2丁目に入って、県道214号新潟スカサイタマ線となる。大門町3丁目に入ると、大宮小学校の北側を通り、氷川山道との交差点で、大宮中央通りの名称は終了となる。国際工業バス、東武バスウエストによって、多数のバス路線が運行されている。 大宮区大門町一丁目と宮町一丁目の境界にある、市道との交差点が起点。大門町一丁目と宮町一丁目の境界をなして、東へ進み、大門町一丁目、大門町二丁目、宮町一丁目の境界にある、旧中山道との交差点が終点となる。大宮区宮町一丁目にある、市道との交差点が起点。東へ進み、宮町一丁目と二丁目の境界にある、 旧中山道との交差点が終点となる。大宮区大門町1丁目と2丁目の境界にある。旧中山道との交差点が起点。東へ進み、かもめ通りと交差して大門町3丁目に入る。氷川山道との交差点が終点となる。大宮区大門町2丁目と3丁目の境界にある。県道214号新潟須賀埼玉線との交差点が、名称の起点。 大門町二丁目と三丁目の境界を成して北へ、進み、ペンギン通りと交差する。一宮通りと交差すると、宮町二丁目に入り、県道二号埼玉春日部線との交差点で、かもめ通りの名称は終了となる。大宮区大門町二丁目と宮町二丁目の境界に、ある、旧中線道との交差点、一番街交差点が起点。 大門町二丁目と宮町二丁目の境界をなして、東へ進み、かもめ通りと交差すると北東に進路を取る。大門町三丁目と宮町二丁目の境界をなして、進み、途中から、大門町三丁目と神戸町一丁目の境界をなす。神戸町一丁目にある、県道二号埼玉春す線との交差点が終点となる。大宮区戸手町一丁目と三丁目の境界にある。 旧中山道との交差点が起点。東へ進むと、土手町3丁目と神戸町3丁目の境界をなす。北東に進路を取ると神戸町1丁目と3丁目の境界をなし、神戸町4丁目に入ると北へ向かい、大宮公園の西側を通る。大宮簡易裁判所、大宮区検察庁の西側を通ると、大宮公園内に入り、神戸町4丁目と、 受能町一丁目の境界にある市道との交差点で、浦山道通りの名称は終了となる。三橋中央通り、大宮区桜木町一丁目、二丁目にある、大宮駅、西口ロータリーが起点。西へ向かい、国道17号と交差すると桜木町四丁目に、入ると、桜木小学校の北側を通り、大鳥沼川を渡る。小村田通りとの交差点を過ぎると上小町に入る。 大宮駅、西口ロータリーから新大宮バイパスまでの区間は、4車線となっている。三橋2丁目に入ると、県道165号大谷本号埼玉線となり、国道17号新大宮バイパスと交差する。ここからは、県道56号埼玉富士見の所沢線となる。三橋4丁目をかすめて、鴨川を渡り、西区水旗に入る。 県道57号埼玉コーノス線との交差点を経て、新川を渡ると飯いに入る。続けて日急に入り、県道57号埼玉コーノス線との交差点、日急交差点が終点となる。東部バスウェースと西部バスによって多数のバス路線が運行されている。大宮区桜木町4丁目にある三橋中央通りとの交差点が起点。南西に進むとほどなくして上小町に入り、 上昇公園の西側を通る、県道165号を大谷本郷埼玉線と交差すると、上、小町と三橋3丁目の境界をなす。続けて、中央区園網7丁目に入り、県立泉高校の北側にある市道との交差点が、終点となる、大宮区、樹能町1丁目と2丁目の境界にある、県道35号川口上尾お線との交差点。 大和田公園入り口交差点が起点。東へ進んで住宅地を抜け、見沼大洋水生園を、ことぶき農場橋で渡ると、南側には、大和田公園が、北側には、見沼地内の農地が広がる。芝川に架か,かる石橋を渡ってほどなくすると、見沼区大和田町一丁目に入り、坂を登り切ると、県道5号埼玉勝負線と交差する。続いて、 県道398号大和田停車場線と交差し、蓮沼にある県道2号埼玉春日部線との交差点、蓮沼交差点が終点となる。なお、大和田町内で行われている大和田特定土地区画整理事業に伴い、県道398号大和田停車場線から県道2号埼玉春日部線までの区間は一部が消滅する予定となっている。 大和田公園通りから連続した通り、見沼区蓮沼にある、県道2号埼玉春日部線との交差点、蓮沼交差点は起点。東へ進んで大谷に入ると、名称の由来となった埼玉市立大谷中学校の北側を通過する。北東に進路を取ると、商店街を抜け、片屋側を渡った地点から新堤と、東門前の境界をなす。東宮下の飛び地をかすめて、 東門前にある県道105号埼玉、鳩ヶ谷線との交差点が終点となる。なお、全区間で、見沼区、コミュニティバスが運行されている。見沼区東大宮1丁目、5丁目、7丁目の境界に、ある、県道5号埼玉勝武線との交差点、八雲神社入口交差点が起点。東大宮5丁目と7丁目の境界をなして北東へ、進み、 ロードサイド型の飲食店が並ぶ中を抜けると、東大宮駅東口から伸びる通りと交差する。ここからは、東大宮五5丁目と6丁目の境界をなすが、ほどなくして6丁目に入る。芝浦工業大学大宮キャンパスへ続く通りと、交差し、さらに進むと、丸ヶ崎町に入る。見沼大洋水桃園にかかる新出戸橋を渡ると、丸ヶ崎に入り、 県道322号東門前蓮田線との交差点、丸ヶ崎交差点が終点となる。起点から東大宮七里線までは、埼玉市見沼区大佐戸東地区、乗り合いタクシー、見沼号が東大宮七里線から終点までは、国際工業バスの東大01、東大02、東大02から2系統が運行されている。なお、出飛ばしは、 出戸橋通りと並行する指導の橋の名称である。見沼区大和田町2丁目にある大和田駅北側の交差点が起点。北西へ向かい、ハス沼をかすめて堀崎町に入る。東側に名称の由来となった大宮武道館を西側に見沼区役所を見て進み、北に進路を取る。堀崎町と島町の境界にある指導との交差点、見沼区役所交差点が終点となる。 ほぼ全区間にわたり、国際工業バスの東大霊山系統が一部区間で、見沼区、コミュニティバス、埼玉市見沼区、片柳西地区の売り合いタクシー、川瀬美号が運行されている。見沼区中川にある、市道との交差点が、名称の起点、南へ向かい、中川と新上門神殿の境界をなす。 途中から中川と上山口神殿の境界をなし、中川にある県道1号埼玉川口線との交差点で、中川分水通りの名称は終了となる。見沼区南中野にある県道1号埼玉川口線との交差点が、名称の起点、東へ進み、県道214号新潟スカ埼玉線との交差点が終点となる。見沼区新堤と東風下の境界にある、 県道105号埼玉鳩ヶ谷線との交差点が起点。北東へ向かい、見沼大洋水島園に架か,かる、梅の目標を渡ると、大宮神宮大ニュータウンの中を通る、東宮下と東宮下山丁目の境界にある、県道65号埼玉沙って線との交差点が、終点となる。見沼区山にある、県道214号新潟須賀埼玉線との交差点が起点。南へ向かい、 片柳に入る。続いて、三山に入り、緑区との境界で西山通りの名称は終了となる。見沼区大屋にある、県道65号埼玉佐って線との交差点が、起点、東へ進んで、片谷川を渡ると膝湖に入り、北東に進路を取る。見沼大洋水島園にかかるト井のくちばしを渡ると、県道105号埼玉鳩ヶ谷線と交差し、名称の由来となった。 老人福祉センター、東楽園の北側を通る、東武環境センター、東武リサイクルセンターを北側に見ると、市道との交差点が終点となる。2004年に、浦和区の市役所通りが、武蔵の貨物線をアウトパスする形で延伸し、交差している、埼玉新都心の土地区画整理事業に伴い、新設された周辺地区の道路を含む、 県道56号埼玉富士見の所沢線のうち、大宮区の北袋町交差点交点から、中央区の上落合一丁目交差点まで、ありがとうございます。